これが私たちに起きた4年前の事件よ。マノリルカがシザーガウだったのか。そうよ。例になってもリルカはずっとあの場所にいた。結局リルカはトリマーの例になってしまったけど、テル、あんたが成仏させてくれてよかったわ。トリマーシザーガール事件の結末はあれでよかったのよ。はあ。だけど本題はそっちじゃないわ。テル、あなたたちはあの場所で何をしていたの？え？あの時エレベーターで迷い込んだ異空間は、顔の霊が作った夢とは別物だった気がするの。え、そうなん？いや、わからんで、結局、顔の霊がどんなんかよくわからんかったしさ。え？その場所に、あなたとユミミミコはいるのよ。そして、テレビカマも消えてしまった。だから？テル、あなたが生きていたのはよかったけど、あの時、何をしていたのか教えてちょうだい。ちょっと待ってくださいよ。俺はそんな場所に行ってません。え？え？は？お前ちゃんと話を聞いてたのかよ。夢から救い出す人間なんてお前らしかいないだろ。そう言われても。いえ、あの少年は間違いなくテルよ。まだ持ってたんかお前。夢見てる。ほら、今もその時の証拠を持っているもの。夢見てるって書いてあるでしょ。本当だ。あ？テル？お前どうしたんだ？え？テルの様子がおかしいとは思っていたのよ。別に嘘をついているようには見えないけど。この話もまるで初めて聞くかのような態度だったわよね。もしかして本当にわからないの？話の途中から違和感があったんです。記憶のないはずの俺が過去の話に登場している。これがどういうことなのか、俺にもわかりません。まだ謎が増えていく。謎が解けても増えていく。テル、別にあんたを疑ったりはしないわ。でもね、私たちは自分の全てをさらけ出して話したの。たとえジェイソンちゃんが何かを仕掛けてきても、私たちのことは信じてちょうだいね。ま、そういうことだな。わかりました。あと、過去にもらった名刺、あんたに渡しておくわね。これ渡されてどうなるのか。何か思い出したら必ず私たちに言うのよ。受け継いだから何なのだ。はい。え？ってことはさ、夢見の親子がさ、偽物がおるみたいな、そんな話な。すっかり遅くなってしまった。ルナはもう寝てるかな。早く帰ろ。何なんだろうな。まだ偽物といえば、そういやさ、寄生面がさ、人に飼われるみたいな話あったけど、まさかこれも寄生面で誰かが なんか変わった姿とか、そういう話なん。そして今のなんだ？え？なんだ？え？な！ここは？あの橋で聞いた赤い空間のイメージに似ている。どうしてこんな場所に？話は終わったのか？え？わ！中学生時代のテル君のかと思われた人間。あれ？だけど目がどうした？その目は星の2だと同じ。まさか悪霊か？ん？
何を言っているんだ。お前もドリームリンクを使うときにこの目になっているだろう。え？それよりも伝えておきたいことがある。いや、その前にお前は誰だか教えてください。誰が教えてくれ。気になって仕方がない。夜も眠れない。お前は空白の記憶を思い出してはならない。空白の記憶？今日みたいにむやみに昔の記憶を掘り出すな。この4年間平凡にやってこえただけでも奇跡だったのかもしれないな。なんだって？お前は思い出しちゃいけない。色欲を思い出してはいけないんだ。色欲だと？もしかして思い出せないことが呪いなのか？待て、色欲ってなんだ？なぜお前が知っているんだ？消えた。あれは昔の俺だよな。なんで俺が目の前に現れたんだ？これは夢なのか？ちょっと待て。ここは、どこなんだ？例の見る夢の中なのか？だとしたら、まずいぞ。ルナがいないと外に出られない。あ、赤い人が。ルナ！出てこれだ。なんかようわからんことがいろいろあるけど、助かった。お兄ちゃん。ルナ、ルナちゃん。あれ、何この登場の仕方。おかえり、お兄ちゃん。いや、ただいまやけど。ルナ、助かったよ。急に夢に入ってみたいなんだ。夢に？誰かに会ったの？ああ、信じられないかもしれないけど、4年前の俺がいたんだ。お兄ちゃん、お母さんが言ってたでしょ？人は死にすぎてはいけないって。え？ルナちゃん、なんか知っとんかな？今日あのお店で何を話してきたのか知らないけど、それ以上深入りしないでね。じゃないとみんなが不幸になっちゃうよ。それ以上知りすぎたらみんなが。ルナ？あ、ああ。どういうこと？何か。前にもこんなことがあったような気がする。ええわあ、伏線回収したかと思ったら、また新しい謎が増えてる。新しい謎が。空白の記憶ってなんじゃ。わあ。けどなんか偽物がおるんだろうな、多分。昔のテル君の。そんな気がするけど、何なんだろう、あれ。なぜ記憶を思い出せずにいるのか。てかルナちゃん、なんなんあれ。ルナちゃんがなんか空白の記憶の話分かっとうみたいな感じに。何この不気味な感じ。何があるんだろうこの先。まだまだ何かあるんだなこれ。過去編やってもまだなんか謎残してくるじゃん。新しく増やしてきてるじゃん。
大変ですねこれ。制作アイムシアンさん、ありがとうございました。まあこれからもまだ楽しくなってきそうですね。これはやべえわ。え、まだなんか続くんこれ。ここでセーブさせるって。え、お兄ちゃん、チェリーさんのお店で名刺もらってきたんでしょ。ああ、見せて見せて。ああ、これ、ルナが名刺にコメントをくれます。ああ、そういう感じ。集めた時のなんかご褒美ってこういう感じなん。じゃあキラ先輩、先輩もダンスをしてるとかっこいいね。そうだな。で、キラビ姫、小さい頃のキラ先輩。誰これ。誰ってキラ先輩だよ。本名はキドキラビって言うんだって。へえ、女の子ぶってる時期もあったんだ。ぶってるわけじゃねえよ。女の子だったんだよ。龍河さん、龍河さんの名刺だ。龍河さんは全然変わらないね。ああ、この暗転会癒されるぜ。癒されはしないだろう。別に癒されはしないだろう。で、お母さん、お母さんの名刺だ。ねえ、この名刺もらっていい？ん？いいけどなくすなよ。ルナに名刺を取られました。なんで？じゃあテル君の小さい頃も昔の俺の名刺だ。お兄ちゃんかっこいい。ねえ、この名刺もらっていい？いいけどなくすなよ。ま、なんか隠そうとしてるだろ、これ。昔の写真奪ってなんか隠そうとしてる。リルカ姫。ルナ、この子がシザーガールだったんだ。え、そうなの？うん。血でよく見えないけど、可愛いのに残念だね。反応が薄い。小さい頃、昔のオーガ。え、誰これ？ジェリーさんがホストだった頃の姿だよ。それそうなるわ。この頃の方が良かったね。ああ、俺も同意見だ。そして現在、チェリーさんの名刺だ。チェリーさん、初めは怖かったけど、いい人だよね。俺は今でも怖いぞ。ある意味な、これ。これで全部かな。ああ。みんなのことが知れたし、面白かったね。それじゃあおやすみ、お兄ちゃん。ルナ、お前どうしてあんな場所にいたんだ。それに4年前、お母さんと各地を回っていたあの時、お前はどこにいたんだ。確かに小さい頃やったけん、一緒に連れて行って連れて行ったようないような気がするんやけど、それにしたってどこにおったんだっての話じゃん。謎が謎を呼ぶ色欲、夢見てるが夢見てるです。第8話も多分このペースでいったらまた1ヶ月後ぐらいに出るんじゃないかなって思いますが、まだその時に第8話どんな話になるだろう。こんな過去の話をしておいてからの第8話、すごい気になるところ、何か進展するんじゃないかなって思うところですが、皆さんまた楽しみにしておいてください。というわけで皆さん、ご視聴ありがとうございました。週上げ。